インターネット通販大手のアマゾンジャパンが出品者に対しサイト上に有利な表示をする条件として不当に値下げを強制していたなどとして公正取引委員会はきょう独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査をしました。関係者によりますとアマゾンジャパンはカートボックスと呼ばれる目立つ場所に商品を表示するための条件として販売価格の引き下げを出品者に求め 応じない場合には表示を取り消していたということですまたアマゾンが提供する物流サービスの利用もカートボックスに表示する条件にしていたということです公正取引委員会はこうした対応が優越的地位の乱用や高速条件付き取引に当たるとみて実態の解明を進める方針です